出すようなアプリを開発してほしいとそういう依頼があったりもしますし、その地域の病院からは電子カルテをどうか企業に委託して作ってあのどっかにあの出すとお金かかるからアクセスさせたらできるでしょ、これやってくださいとかですね、そういうのいっぱいあります。で、我々がやってるのも重要だと思うのは多様性と持続性なんですね。つまりプロジェクト学習という枠組みの中ではその多様な参加者、つまりそれは学生もそうですし、学生以外のそういう地域の方とか企業の方が入ってくる中で、そういう多様な参加者による課題をまず理解をして、そこの中でアイデアを創出していくということです。で、例えば私は以前メディアラボにいたんですが、 MIT のメディアラボでは Be a Creative って言うんですね。つまり本当にこの製品を作ってほしいとか何かやってほしいっていうのは企業の中で一気にチームを作ってやった方が早いし、きっちりしたものがいい。だから大学に要求しているのはそうじゃなくて、突拍子もないアイデアでもいいんだけど、そこから実現をするにも勝手のこう落とし込み、そういうことを、学生に期待しているんだというようなところに表れています。ですので、電子カルテとか情報システムを開発して運用していくのに、1年間のプロジェクトで、その後、じゃあ誰がメンテナンスしていくんですかとかいうことも含めてですね、あくまでもプロトタイプの作成であるっていう、そういうことです。で、ですから、その持続的な、そのシャッター商店街をどうするのかいう持続的な課題解決は、プロジェクト学習とか別の枠組みでやるべきでしょうという、こういうことを、プロジェクト学習のところでは、よく、誤解が生まれています。で、ところで最近この何年か消える職業なくなる仕事っていうのですごい話題になりましたよね。それはフュージョンオブエンプロイメント、ハウ、